わあ、これがエーペックスレジェンズかー。わあ、楽しみだなー。なんか、このゲームは、ブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナ、ダイヤ、マスターがあるらしくて、僕は初心者なんですけど、頑張ってそのマスターっていうのを目指そうかなと思ってます。で、まず10レベルにならないとプレイできないらしいんで、10レベルにします。これはウィキペディアで調べました。カジュアルでやんなきゃいけんだよ、まず10レベルまでよ。これレベルが低い人たちだけ集まるサーバーに飛ばされるんでしょ、今これ。もしかして俺これ、それをもうウィキペディアで見た。あ、サブアカ、違う違う、なんでもないです。いやいや、違う違う、あ、違う。初めてやるんですよ、このゲーム。このキャラが可愛くて、やってみたいなって思ったんですよ。この、一つ目太郎さんだっけ。一回目はこのキャラがいいなって思ってます。この人は、青山テルマさん。この人は、あ、ええー、なんで使わせて、なんで記念すべき1回目が、うちの一つ目太郎が、なんで取らないで。僕がジャンプマスターです。どこに行きましょう。ここ初心者っぽい飛び方しよう。初心者っぽい飛び方、初心者っぽい飛び方。え、このさ、きのこめっていう人ときのこ1409はさ、これフレンド？これフレンドかな。名前めっちゃ似てっけど。うわ、背低レース、久しぶりに使ったら。あ、じゃあ初めてやるんですけど。は？何このゲーム？レベル3？これがいる。あ、ああ、取られた。おかしいな。今日のラッキーカラーは紫って聞いたんだけどな。おかしいな。おかしいわー。もう、あー、イライラしてきたわー。あー、FPS やってイライラしてきたわー。もう、やってられねえわー。はー？あー、ムカつくわー。ムカつくわー。この味方、ムカつくわー。どうしたらいいんだよ、このゲーム。やっちまうか、こいつら。やっちまうか、これ。こうやって、バブブブブブって打ったら、もう、その瞬間にあいつらは鉄くずよ。初心者とは思えない動きですね。え？本当ですか？嬉しいなぁ。はい、いたよ、ほら。ここに敵がいる。早く来て。戦っちゃうよ、一人で。みんなで戦うゲームだから、こういうのはダメなんだって。だからダメなんだって、一人で戦っちゃダメだ。一人で行かないからね、俺は。ほら、一人で行かない、一人で行かないようにするね。ほら、来て来て、味方が来てくれた。よし、危なかった。運よく勝てた。まあこうやって毎回うまくいくとは限んないから、やっぱ気をつけた方がいいよ、みんなも。まあたまたま勝てただけだから行かなきゃ。この銃声の方に行かなきゃいけない気がする。なんか、うっ、頭がけっ、なんか、な、鳴り響いてる。なんかやばい。行くな、一人で。ダメだ。ダメだ。一人で行っちゃダメだ。
弾抜けって何？ほらダメだ、助けて助けて助けて、ほら敵がほら敵がほらほら逃げてくから、あほら助けて、よし行け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 、いいぞいいぞいいぞ、いけいけ、ナイス、よっしゃー、やべー、味方つえ、これはドンカツ待ったなしだな、ドンカツ。え、誕生日プレゼント、いいんですか。あ、僕6月30日なんですけど、え結構前もって準備してくれる人だ、うわーだ、びっくりした。これ誕生日プレゼントですか、これ誕生日プレゼント。でも僕の持ってるものに僕はいらないな。あだ撃たれてるよ、やばいやばい、ほら隠れよ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 、ほら隠れて隠れて、ほらやばい、これ多分初心者じゃない、これ多分このやってきてる人です、多分初心者じゃないか、回復して、俺が抑えるから、俺がみんなを守る、人は誰かを守るときに強くなる、週刊少年ジャンプで俺はそれを学んだ、鬼滅の刃完結おめでとうございます、俺が時間を稼ぐ時間を稼ぐ、俺が時間を稼ぐ、みんな行け行け、何をビビっているんだ、ほら行け行け行け、俺は回復するから行け、ナイス、危ない、俺が変わる、人を守るとき強くなる、よし、おいし、危ねえ、隠された真の力が解放されるとこだった、あれ？ほほほ、おたまたま当たってよかった、これエリア来ますよ、これだってエリアで死んじゃいますよ多分奥の人たち、これ多分エリアで死んじゃうと思うんですけど、へえ、こういうゲームか。ちょっとメルチンさんかソラルさんいないの？マジで。俺にフレンド送ってよ。ちょっと俺このままレベル10まで頑張るんで、ちょっと苦痛だよ。なんとですね、あの有名な歌い手のソラルさんに教えてもらうということで、僕が、まあ、10レベルを超えた暁にはなんとこのランクリーグというものに、わあ、うわあ、来た、500レベルだって、やばいわ、俺の100何倍、これ150倍、150倍かい、ん違うわ違うわ、100、125回、もう頭おかしくなってきたえ、このソラルさんは教えてくんないのかな、ソラルさん教えてほしいな、早く、これここに行けばいいのか、あれちょっとあれ、なんかメルティさんいなくなっちゃった、わあ来た来たー、よろしくお願いします。これチャット見えないな、そういえば、
ボイチャどっちでもか。スカイプ持ってないんですけどいいですか通話ディスコードって略メッセンジャーディスコードっていうのなら昨日ダウンロードしました。あ、はい、はじめまして。はじめまして。あ、よろしくお願いします。エペックスどうですか。あ、今日から始めたんですけど、結構すごいですね、あのグラフィックとか。いや、グラフィックいいよねそう、いや、いろいろ教えてあげる、結構やってるから。本当っすか。だってお二人ともレベルがまずすごくないですか、やっぱり。まあそうだね、まあそこそこやってる感じは。あ、まあまあまあ、すごいですね。何時間ぐらいやられてるんですか。まあ10時間ぐらいはやってるかな。嘘だって僕まだ1時間もやってませんよ。もう10倍はやってるね、その。すげえ、すげえ。まあダンスと一緒よ、肩の力抜いていこう。あ、すげえ、ダンサーっぽい。ダンサーっぽい。これジャンプマスターはお願いしていいですか。あ、いいよいいよ、任せて任せて。あ、お、さすが。いや、すごいな、ね、即折りってのがね、いいんで。即折り、うん、なんか、いっぱいいますよ大丈夫ですかこれ。右にもいますよ、右にもいますよ。大丈夫ですかこれ。これ大丈夫ですか、これを倒す。あ、なるほど、もうやめた方がいい。あ、なるほどなるほど、理解です。これを倒せないとやめた方がいい。なるほどなるほど、 OK です、 OK です、 OK です。やっぱいっぱい戦った方がいいですもんね、こういうのって。あ、ちょ、助けて。いっぱい戦った方がいいですもんね、これね。これちょっとこれやばくないですかこれ。お二人はこれ、こういうのやっぱ慣れてます、こういうの。うん、激戦は慣れてる。あ、これ慣れてる、ないですか。あ、大丈夫ですかこれ。なんとかなりそうですかこれ。一人やりました。いや、かっけえ、かっけえ、これ。ここに一人います、ここに。これ、なんか臭そうですけど大丈夫ですか。コースティックピテーしか持ってないです。コースティックピテーしか持ってない。あ、二人とも、あ、頑張れ。これ、コースティックはローだよ。ここにミラージュいます、ここにミラージュ。デブやって、デブ。このデブやって、デブ。これ。コースティックピテーしか持ってないです。弱い銃しか持ってないです。これミラージュ出てた、ミラージュ。僕、弾全然ないんですけど、弾4発、パンチ、パンチ、パンチ、あと4発しかないんですけど。え、ちょっとね、困るな、困る、ね、困るわ、ちょっと。まあまあ、ちょっと先に死なれるのは困るわ。今のはね、1キルもしなかったメロチンさんが悪いよ、正直。あー、そういう感じ？困るわ。俺とアマツキはね、1人ずつ倒してたもんね。そうです、そうですよ。まあ。ねえ、一番こういうのは、はい、やっちゃダメだよっていうのを今教えたかった俺は。ああ、なるほどね。うん、即折りっていうのはまあリスク高いから。ああ、やっぱね、今失敗で教えてもらうみたいな感じですか。ダメな例ですよね、今のは。今のは絶対やったらね、今のはダメな例。今絶対やっちゃダメ。ああ、 OK、 分かりました。絶対、絶対、絶対やっちゃダメ。思いました、思いました。これキャラクターとかは何がいいとかあるんですか。一番強いのはね、レブナントかな。あ、でも持ってないですそれ僕。あ、そうなんだ。あ、これパスファインダーになっちゃいました。パスファインダーいいんじゃない、練習しても結構上手くなってくると強いよ。はい、あ、本当ですか。このキャラクターよくわかんないんですけど、なんか紐がビュンって出るぐらいしかできないんですけど。まあそう、あの敵に紐を当てると敵のこと引き寄せられるから、はい、あ、敵にあれ当てるんだ。そう、だからそこへの壁にくっつけてました、今まで。それは最初はやりがちだね。ああ、次は、あ、この即折りっていうのはしないんですね、次は。そう、まあさっきあの学んだよね、あの光のところに行く。光、あ、これですか。光ってるところは敵が来ないっていうこと。あ、そうなんですか。え、それ絶対最初降りた方が良くないですか。そう、だから最初に降りる。はい、まず、わあ、すげえ。え、来てません、これ。うん。で、来てないですか、これ。え、来て。立ってるところは敵が来ない。ああ、本当ですか。え、これ来てません、これ。敵。うん、敵来て。立ってるところには敵来ない。あれ？敵これ来てません。え、これなんか、え、
周りにいっぱいいるんですけど、これこれ周りいっぱいいますけど、なんか僕間違ってますよこれ、もしかしてやってるゲーム、やってるゲーム間違ってますこれ。間違ってない、間違ってない、間違ってないですか、大丈夫ですか、してないよ、なんと困ってない、間違ってないですよね僕ね、これね全然間違ってない。これ敵倒したらこれやっていいんですか、このフィニッシャーってやつは。あ、もうガンガンやった方がいい、敵が目の前にいてもやったら回復するから。あ、確かに回復しますもんね、やった方がいいですよねこれ、敵の目の前にいてもガンガンやった方がいい。あ、わかりました、わかりました。あ、敵来てる、敵来てるよ、ほら。え、わかんないです、どこ行けばいいですか。方角で教え、方角で教えてください、方角で。あ、やばい、あれ、え、ちょ、ね、そらさん、そらさん、そらさん、あ、ちょっと、そらさん、さ、この人さ、あ、お、なんか金払ってんだけどな、この先生。おかしいなぁ。こっち、こっち金払ってんだけどなぁ。あれ、ダンサースターなんか弱い。金払ってんだよな、こっちは。困るわ。2人いたんだよな。困るわ、マジで。話が違うよ。あ、まずこのピンの方来れる。はい。はい。こっちでできる。いや、このソラルって人信じてみようかな、ちょっと。え、なんか、あれ、ちょっと、困るなぁ、これ。困るな。今ね、ちょっと銃壊れてた。なんか、ゲーム回ってたんだけど。銃って壊れんすか、これ。たまに壊れる。乱数で。これ、勝てなくないですか、こんなゲーム。ちょっと人にヨッチンされたら。まあ、なんかこういうことがあるから、カバーは早めにっていう。ああ、ああ、ああ、なるほどね。そう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 、今のはちょっと雨付きが悪かった、ね、あ、俺が悪いのか、戦ってる時にちゃんとこう言ってあげないと、あ、なるほどね、なるほどね、あ、まあでも少しずつ学んでこうよ、そこら辺も。わかりました、じゃあ僕ちょっとこのブラッドハウンドってキャラ使ってみていいですか。あ、いいよ、そいつ強い、ブラッドハウンドね、はい、割と強くなったね、マジっすか、うん、楽しみだな。敵をサーチできるから初心者向けだよ。え、めっちゃ強くないですかそれ。しかも壁の裏にいる敵もわかるから。それやばくないですか。やっぱあの僕初心者なんですけど、うん、やっぱ一回あのお二人の強いとこが見たいんですけど、はい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 、現場でもうちょっと学んでいきたいなみたいな。あ、いや、いきなりなんか高いハードル見せちゃうとやめちゃう初心者も多いから。あ、本当ですか。確かにちょっと、うん、確かに遠慮してたんだけど、でもまあ見たいっていうことだったら全然。はい、いや、僕はもう全然あのビシバシ鍛えていただいて構わないんで。オッケーオッケーオッケー、オーライ、はい、オーライ、オーライ、全部倒しちゃってもいいってこと。英語かっこいい。あ、いや、いいです、いいです、もう全然全然。あ、いいんだ、はい、またいますけど大丈夫ですかこれ。先に降りられてますけど、これこうやって先に降られたら結構困っちゃうんじゃないですか、武士とかそういうの取られちゃう。大丈夫大丈夫大丈夫。あ、大丈夫ですか。へえ、すげえ。あれ、ちょ、あの、お二人とも、あれ、ちょっとあれ、ちょっと、あの、あれ、あれ、大丈夫大丈夫大丈夫、メルチさん行けたらね。オッケーオッケー、まあ、こっからよ。ちょ、まあでも人数フリーでどう戦うかも教えてあげたかったからさ。あ、なんだろうな、ちょちょちょ、あ、メルチさん、ちょっと待って。ちょっと待って。いけるいけるいける、大丈夫。お、そこ乗るとね、飛ぶんだよ。飛べる飛べる。いや、すごい。え、これ、わー、目が眩しい。お、えらい。回収。回収できる。回収は知ってる。感じね、あ、それはちょっとさっきあのやった時にあの仲間が起こしてくれたんですよ、うん、おお、はい、なるほどね。回復全然ないんですよね僕。し、お、やりだした、敵やりだしたから今大丈夫。あ、本当っすか、うん、なんか来てますけどこれ。来てるね。来てますね。でも多分一人じゃない。あ、なるほどね。そうだ、うまい、相手も。おお、うまいね。うん、よかった。あ、いいよいいよ、教えの通り。よし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 、やれって言われたんですけどこれ、
いやいや、でもよかった。これ、これやれって言われましたよね、僕。よかったよかったよかった。やれって言われた。ああ、はい。やるのはよかった。やるのはよかった。今、相手が悪い。ああ、なるほど。うん、フィニッシャーしてるときに攻撃するの、本当はマナー違反だから。ああ。何のキャラがいいですか、これ。次、使ってみるなら。ジブラルトとか言ってるじゃない？これですか？鉄壁要塞。わあ。走行要塞ですよね。そうそうそう。鉄壁、走行要塞ですよね。うん、まあ、まあ、上げ足取んない方がいいよ。ああ、すいません、本当に。すいません。ちょっと優勝ジャンプ見せてください。優勝ジャンプ、うん、優勝しかしないから、このジャンプの仕方は赴くままにいっていいよ。わかりました。それが正解だから。え、強っ。まあきっとソラル先生が言ったから大丈夫だと思って。ソラル先生、ラスワンラスワンラスワン、大丈夫大丈夫大丈夫、あと一人しかいない。あ、起こしてる、ソラル先生。ライフライン起こしてる、今起こしてる。ミラージュがまだヒライン起きちゃった。あ、サインダーを、サインダーを起こそうとしてる。あ、起こしてる起こしてる。ロロロロ、やりました。ナイス。いい感じですか今のは。今は良かったね。悪くないね。初動いい感じですね、これ。そうだね。はい。僕、こうなんか今、キルリーダーっていうやつなんですけど、これは、それはね、はい。それは、初心者に作るやつだね。あ、来てるね。あ、初心者に作るやつなんですか。へぇ。ナイスナイスナイス。危ない！これ動画で見ました。これやった方がいいって。いいね。やばいっす。当たってんのに。めちゃロレス。ナイスです。強い。多いな。ちょっとここ3人3人、なぜか3人いるよ。ここに3人もいたら勝てなくないですか。うん、3人にやってるわけないだろ。1本やりました。はい、やりました。OK です。来るよ、あっちからね、敵ね。わかりました、気をつけます。来てますよ、これ来てますよ、これこれってことは、これやった方がいいっすよね、僕。ああ、いい判断だね、それは。早いね、初心者とは思えない判断の。いや、スモモさんの動画で勉強しました。ああ、やっぱね、上取られた時は動画見るって大事だよね。いや、降りてないな、これ。エリア来てるね。バッテリーある、バッテリーなくなっちゃった。これ当ててんのになんかダメージ表記出ないのはこういうゲームの仕様なんですかね。そうだね。ああ、なるほど、わかりました。それは気にしなくていい。あ、わかりました。最新のアップデートでね、そういうゲームの最新のアップデートで弾抜けるっていう仕様が追加されてる。やばいっすね、それ、うん、早く直した方がいいっすよ。まあ、でも初心者救済だから気にせず打った。ああ、なるほど。うん、150ぐらい一人削った。いっぱいやりました。ナイスナイスナイス。やばいっす、これ死んじゃいます、僕。大丈夫、やれる。やばい、ありがとうございます。ラスワンどこだろう。この裏この裏この裏。回復中だから、すぐに終わる。来てる来てる来てる。やりました。やったー。あれね、結構あれだね、センサーあるね。うわー、嬉しい、勝てた。見どころありそうだね。わー、綺麗な流れ星が。1年もやればこれぐらいになれるかな。やったー。
ありがとうございます。チャンピオンですか。ああ、いいね。はい。いい感じやね。これはキル数とかいい感じですか、ダメージとか。あ、まあ、やっぱ楽しんでもらえるようにあの結構差し出した部分もあるし。なるほど。確かに確かに。自分だけ削ってあとね、キル取ってるかなと思ってこう。ありがとうございます。あげてたからよかった。